宇宙系ヒーリングユニットサーシードのあさこでーす。今日はですね、私たちが開催している、うん、ワークも、すごいんですけども、うん、音浴会の方もね、楽器の音たち、うん、なんかすごいんですよ。私たちもやりながらどんどん、うぅ、すっごっていう感じが、改めてなんか分かってきた感じがするんだけどね、うん、もう聞きに来られるね、方たちが、なんか、なんていうのかな、すごい良くなっていくっていうのが、うん、音を聞くだけだよ。そう。もうぐんぐん、いびきかいて出ながら聞いてたとしても、なんか、いろんないい変化が。そうなんだよね。寝ててくれた方が逆にすんなりとこう細胞に浸透していくっていう可能性もあるかもしれないよ。うん。なんていうのかな。集中できない人って、うん、常に頭を使ってる人って、うん、音を聞いてても集中できないんですよ。ね。ぐる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 思考が回る、ね、うん。そうそう。そういう方は、本当に音があなた考えすぎよ、いつもっていうことを教えてる。うん、うん、ってことだね。うん、その音が、いろいろと体のその人の弱ってる部分とかもちゃんと教えてくれるっていうさ、すごい音なんですよこれ、うん、ね。そう、なんか検査と治療を一緒にやるみたいな、うん、プラス癒しっていう感じで本当にすごいんですよ本当に、うん、だからね、元に戻そうとする力ってすごくあって、うん、本来のね、生まれたての赤ちゃんはもう本来のね、体だし、うん、意識もそうでしょ、うん、だけどもう大人に行くにつれどんどんズレズレになっていくわけよ。意識もズレズレ、なんか呼ばれてきて、体もボロボロみたいなさなんか音が修復するというかさ、うん、もう元に戻してくれる赤ちゃんの時のような、うんうん、だからなんていうのかな、一旦こうやっぱり修復する時にその症状をバンって出すんよ、うん、音が、うんうん、ね、一旦こう意識も体も症状をバンって出さないとそれが浄化して綺麗にならないっていうね、うん、特徴があるんですけども、うん、だから音によってで、一回聞くと、ここが弱ってるよとかって痺れ出したり、うん、なんか痛みを感じたりとか、うん、頭使ってる人は頭が痛くなったりとかね、うん、するんよね、うん。で、我慢してる人どうなんだっけ、うん、もう咳込み出したりとかするし。そうそうそう。うん、いつだか、なんか東京に行った時に、うんうん、なんか全員がほぼ咳込んだっていうさ、子だってんで。その時さ、30人ぐらいで音楽会やってたら、ほぼ全員が、もうみんな我慢しすぎですみたいなそうね、そう、そういうことになったりするんですよね。うん、そう、本当、そう、我慢といえばさ、うん、もう本当にその音を、うん、私たちの音を聞いちゃうと、うん、我慢ができなくなるっていうのもあるよね。そうなんよね。で、その我慢がっていうのが、うん、いやいややってたこと、うんうん、それがもうできなくなります。そう、いやいやなんかね、好きでもない仕事に行ってたとか、うん、いやいや、このパートナーと一緒にいるとかっていうのが、どんどんなんか、うーってなる、うん。あ、なんか無理ってなってくる。そうそうそう。だから音を聞いてしまったために、みたいな、うん。そう、そういう状態になる方っていうのが、うん、多くなっちゃって。そう。だからもう自分に嘘がつけなくなるっていうことがある。うん。まあ、でも、本人たちはそれ、できてよかったですってもちろん言うから、うん、もう我慢することないからね、うん、苦しかったわけよ、うんうん、じゃあ音で解放してくれるというかさ、うん、もうすごいと思いますよ、うん、そう、うん、本当にいろんな力があってね、うんうんうん、そう、ある方は、うん、もう何十年も貧血の薬を毎日毎日飲まれてたんで、うんうん、その人看護師さんだったんですけど、うんうん、温浴会の翌日に、うん、顔洗ってたら、うんうん、ここが赤かんベーした時に赤かったって、うん、貧血の人って白いんだよ、まあ、そうだね、白いんだよね、赤いから、うん、と思って、うん、で病院に行って調べたら、うん、数値が正常値でしたとか、うん、貧血でそうやって連絡くれた方何人もいらっしゃる、うん、そうなんよね、そう、みんなさんがなんか変化にびっくりして、うん、結構連絡をね、うん、後にくださるんですけど、そうなんですよ、うん、あとはなんか、おできがさ、ああ、そう、あった。引っ込んだ
っていう人も何人かいたよ。そうそう、そうなんよ。あの、実際、小橋春さんという方も、おできが引っ込んだって。引っ込みましたみたい。一回ね、来られたことがあったんだけど。うんうん、なんだっけな、足首の骨折した女の人が来てて、うん、そうそう、これはずっと困ってたんで、ね、そうそうそう、絶対もう治らないのでしょうがないですって、この痛みは取れないみたいな感じに言われてるんですっていう人が一番前でね、うん、聞いてくれた時に、うん、次の日かな、うん、なんかびっくりして電話がかかってきて、普通に歩き出しましたみたいなね。うん、だから骨にすごくねクリスタルボールが効くんよね、うん、まあ効くって言っちゃいけないんだけど、あ、そうか。言っちゃいけないそうです。そうそう、ね、はい、うん、そうなん、でも本当にそういう変化がね、うん、見られて、いつだったかな、あの足がやっぱ座るのに曲がらなくて、うん、ちっちゃい椅子をさ、うん、持って来られた男性の方が、もう膝が痛くて座れないですって、うんうんうん、マイチェアを持ってきて、うんうんうん、温浴されてた方が、うんうん、温浴会終わりかけに、うん、あれあれって言い出して立ち上がってケンケンしだして、なんか立てるしケンケンできます、みんな見て見てみたいな感じで、そうだったわ、そういうこともあったね、あったわ、うん、だから意外とびっくりするような変化っていうか、良、うん、くなる、良くなるって言っちゃダメなんだ、うん、あとほらエステの先生が来られて、うん、すごい翌日になんかすごいピカピカになって、うん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 、なんか高い美容液よりすごいって言ってさ、そう、だからエステは本当に肌の専門家じゃないですか、うん、その方がもうびっくりしてメールくれたんですよね、うん、そう、何なんですかこの 肌のもちもち感みたいなさ視界が開けましたみたいな、明るくなるっていうかね、そう、パッて明るくなって、あれとか言って、相当曇ってたかなその人、うん、多分ね、うん、そういう方もいらっしゃったわ、体にもそういうね、うん、変化が起きたりとか、うん、あとほらあの前世の記憶、そう、そうなのよ、蘇る人も何人もいらっしゃってね、不思議ですよね、この音たちっていうのはなんかそういう記憶にもアクセスしちゃうんだってことがだんだん本当に分かってきてて、うんうん、あるね女性ね、うん、が来た時に急にワンワン泣き出したんですよ、うん、音を聞いてて、うん、で どうしたのって感じになったんで、ね、うん、そしたらもうね泣き方がなんかシクシクとかじゃなくって、うん、ワンワン泣くっていう人がいて、どうしたのって言ったら、宇宙であのいた時のことを思い出してみたいなんで、どういうことって言ったら、なんか青い星から来たっていうのを思い出したらしいんだ、急にね。で全部が青なんだって、その星ね。で人も青なんだって、なんか建物も全部青で、青しかない星にいたっていうわけ、自分が。でそこからなんか地球を見てたんだって。したらなんかすごいいろんな色があるから、何この星綺麗と思って、ちょっと行ってみようと思って来ちゃったんですけど、帰り方忘れましたって言って、家族に言ってくるの忘れたとか言って、どうしようどうしようってあら、うん、そうなんですよ。でもうどうやって帰ったらいいんですかみたいにね、うん、ちょっと帰れないそう、そういう人がなんか何人もいたんだよね。その後出てきたのね、うん、帰りたい帰りたいってね、うん、音を聞きながらどん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 帰りたい帰りたいってなんか迫ってくるとかね、あったね、よく、うん、そうなんですよ、ね、そういうことがあったり、うん、あとすごい体が勝手に動き出す人も、うん、あ、そうそうそう、結構いるんですよ、うんうん、ずーっと首を何十分も温浴ないと首取れないのぐらいさ首振るんよこうやってずっと手を何が取れないの飛んでいくよみたいなそういう人もいたし、なんかもう暴れすぎてちかちゃんが途中でクリスタルボール危ない危ないみたいな、みたいなね、避けた人とかねあと、そう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 、あの、何、平泳ぎ始めるとかね、結構いるんですよ。そう。
なんか本当に立ち上がって踊り出す人もいて、でその人はなんか踊るのがすごいやっぱトラウマがあったみたいな、うんうん、自分も踊るのがもう苦手だからって封印してたのに、うんうん、すごい立ち上がって、うん、こうソーラン節のような踊りをすごい踊り出すと、それがむちゃくちゃ気持ちよさそうで、そうなんよ、うん、ねえ、そんなこともある。そう、そして皆さんね、あの聞いていただくときにこう寝ていただくので、ちょっとヨガマットとかね、うんうん、お持ちになってもらうんですけども、うん、横になってると見えないじゃないですか、うん、横の人たちも、うん、それなのに関わらずよ、うんうんうん、あの横の人と同じ動きをするっていうのがあったよね。そう、もう初めましての人同士なの、ね、そう、友達とかじゃなくて、で音を聞いていたらだんだん彼の手がこう上に上がってきて、こういう、え、なんだ、え、同じことやってますけどみたいなさ。で、あの、起きてから二人同じ動きしてたけどって言ったけど、そうなんですかって本人たちもわかんないわけよ。うん、そういうこととか、うん、あるいは、隣同士の人が急に手をギュッて繋ぐんよ。ガシッ、ガシッって手繋いで、手繋いだよとか思って。したら、音がね、あの、演奏が終わってから、同じ星の方ですよねとか言い出して泣き合って泣き合って泣いてるとかさ、あったわ、あったあったあった、なんか本当に そんな、なんか宇宙の記憶まで蘇っちゃうんだこの音はとかって思ってびっくりしてました、私たちも。本当に音ってすごい力があるっていうのをね、うんうん、改めて、うん、あの私たちも今感じててね。そうなんです、ね、で結構私たちハードな生活。ハードです。ね、やっぱりツアーにもうぶっ通して1週間とか出ちゃうって、うん、毎日、ね、毎日やるとさ、疲れるじゃん、普通は。普通はね。でもなんか大丈夫なんですよ。だから毎日やっぱ生の音を浴びてるから。自分たちもやりながら、演奏しながら、うん、めっちゃ気持ちよくなって、どっか行っちゃうの。どっか行っちゃう、あ、行ってた、みたいな感じ。これ横見ると、ちかちゃんもどっか行って。どっか行ってきたみたいなねことをやってたりするんですよね、うん、そうそう。そしてね、あの皆さんがつけてらっしゃるアクセサリーとか、うん、パワーストーン系とかあるじゃないですか、うんうん、あんなのを持ってきていただいて、あの浄化できるんですよ、うんうん、もう本当にね、邪気がねたまるんよ、うん、そう、うん、つけてたらね、いろんな人がね、こう電話を入れちゃうんよ、パワーストーンって、うん、そう、うん、でね、曇ってんのよ、そう、疲れちゃってんのよ、石たちがさ、重たいんだよ、うん、そうだよね。だからそれも温浴させてあげるとなんかピッカピカになりましたって皆さん言ってくれるんですけど、うん、本当に邪気が取れてピカピカになりますので、うん、ね、来られる方はよかったらね、あのお持ちいただきたいんですけども、うん、分かってる人はね、もうなんか宝石箱一式持ってくるとかさ、びっくりした。ないだ、宝石屋さんかと思ったわ。全財産持ってきましたみたいなさ、いう人がいましたよ。そうそう。あと、そう。もちろん、お水もね、うん、あの、お水ってさ、音ですごい反応するってよく聞くじゃないですか。うんうん、だから、もう波動水とかになっちゃうわけよ。うん。置いといたら。だから、分かってる人はいろんなね、あの、なんかお水を持ってきて浄化するっていうかさ、そうそう、うん、もう近くっていうか車でね、うんうん、来れる人は本当に1ダースとかバンって持ってね、あの来られてね、そうそうそう、波動水にして帰られる人いるんですけど、そうなんですよね、どんどん持ってきてください、うん、だから体の中もほとんどね、あの水分じゃないですか、うんうん、だからあの効果があるんですよ、その飲む方がね、うん、あの始まる前に、うん、あの水分飲んでいただいたらすごくね、あの効果が高いんですよね、うん、とその周波数で、うん、いろんなことが実はできるっていうね、うん、そう、うん、でもだからって言ってで、あのこういう音を YouTube とかで出してるじゃないですか、うん、いろんな人が、うん、でその音を聞けばいいかなと思って YouTube 一生懸命聞いてる方っていると思うんですけど、うん、あのそれってなんかね入ってこないやつなんよね、周波数的に、うんうん、どうしてもそのやっぱ振動数とかがもう伝わらないんだよね、伝わらないよね、うん、本当に生なんです、うん、生音、うん、
お生を入れると、うん、だってその1回入れると2ヶ月間のこう働きをしてくれるぐらい生ってすごいんですよ。うん。うん、だから2ヶ月かけて早い人は早く良くなるし、ゆっくりな人とかもいるんですけども、うん、まあ浄化するために、うん、下痢が続くとかもちょっとあるかもしれないんですけども、うん、絶対にいい方向に向かわせてくれるので、うん、音って、うんね、生音の次がやっぱり CD ですね、うん、で私たちの音をこう録音してくれるそのレコーディング会社の、うん、その方っていうのは私たちの楽器のことを理解してくれて、うんうん、すごい幅を入れてくれるよね、うん、音の幅。本当にそのマイクのセッティングとかも、もうすごく考えてしてくださってて、うん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 、一番いい状態でね、音が取れるようにね、うん、本当にやってくださってるよね。そうなんですよ。うん、だから生音の次は本当にそれを保つ、うん、生音を入れるとやっぱり波動が上がるし、うんうん、それを保つための CD っていうのをセットで聴いていただくとすごくよりいいと思います、うんうん、もう本当ね、私たちの CD、うん、多くの方がね購入くださって本当ありがとうございます、うん、そうです、本当にありがとうございます、うん、発送もね全部私やってるんですけど、うん、しょっちゅうね郵便局にCD 発送にお願いに行くんですよ、うんうん、たらもう郵便局の窓口の人がもうすごい仲良しになって、うん、で見ましたよ YouTube って言ってYouTube まで見ちゃうっていうね、最新のやつ見ましたよとかそう、だから銀行の窓口の人も見ましたよとか言って、うん、そんなんかみんな見てくれてる、そうなんですよ。で今週音浴会ね、うんうん、広島と、うん、で久留米に行きます。まだ間に合いますので、うん、はい、もう本当九州の方、うん、広島の方、まあ、ちょっとねなかなか九州ね、うん、行かれないかもしれないので、うん、よかったらね久留米の方までね、うん、来ていただけたらと思いますよ。はい、うん、出してください。そう、生音を入れて、今こういう時代だからこそ、うん、いろんなことあるでしょ。そう、あるでしょ。知恵とか、ね、なんか、書いてたり、出たりなんか、うんうん、ね、それそれ、そういうのもね。そう言えないんで、あれなんですけど。はい、もうそのために、ね。ね、うん、ぜひ来てください。そうなんですよ。これやっちまった人でも、うん、なんか効果があるんじゃないかって思うんですよ、うん、なぜかって言ったらやっぱり DNA の修復とかも、うん、ね、結構あれね働きかけるので、うん、やっちまってから目覚めるって方もね結構、うん、最近いらっしゃるので、ね、うんうん、そうそう、それでもね諦めずに、うん、大丈夫なのでね、はい、はい、音浴にいらしてください。はい、詳しい日程とかが、うん、概要欄に載せています、はい、今私たちが映っている画面の右下のところに三角の、マークが V かな、あ、そうか、うん、V のマークがあるので、うん、そこ押してもらって、でもっと見るっていうのが出てくるから、うんうん、そこを押してもらってスクロールしたら出てきます、うん、はい、でそこに、支払い方法とかね、うん、会社持ち物とか、ね、そう持ち物とか、はい、載ってますので、はい、そこチェックしてね、はい、お願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、それでは、はい、はい、お待ちしてます。はい、ではね、ごきげんよう。